群馬藤岡駅は群馬県藤岡市藤岡にある東日本旅客鉄道八高線の駅である。駅名に群馬の文字を冠しているのは東武鉄道日光線の藤岡駅が先に開業していたため他の都道府県に多く使われる旧国名を冠する命名方法はこの地域の旧国名上野が東京都の上野駅と混同される恐れがあるため群馬県内では 例外的に使用されなかった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線を有し、駅舎側でない方のホームの外側にも線路が存在していて、さらに貨物用の側線も数本設けられていた。これらは現在はすべて撤去され、広大な空き地になっている。互いのホームは古戦橋で連絡している。駒川駅ホーム上に待合室がある。また、 駅の外に自由通路としての古戦橋がある。駅舎入り口には、藤岡市徳産の鬼瓦が取り付けられている。高崎駅が管理し、JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する、業務委託駅である。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年2月14日を、 持って営業終了し撤去された。自動券売機とスイカ対応の自動改札機が設置されている。自動券売機はカエル君の代替となる指定席券売機ではないために購入する切符によっては高崎線の新町駅または高崎駅まで出る必要がある。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は828人である。 2000年度以降の推移は以下の通りである。商店があり、住宅も多い。ありがとうございます。